台湾でデング熱の感染が拡大しています台中市では2年ぶりに国内感染のデング熱が通報され、新北市では12人目の感染者が報告されました。新北市衛生局の臨機構局長によりますと、12人目の患者はデング熱に感染したことが確定しましたが、 同じビルに住んでいる市民29人は検査した結果、いずれもデング熱に感染していないことが分かりました。この新たな症例は29歳の女性。彼女は8月17日から発熱、筋肉痛、お丘などの症状を訴えています。デング熱迅速検査キットで検査した結果、デング熱に感染したことが確認されました。現在入院中です。心北市は市全域で、 かの撲滅作戦を展開しています。しかし、一部の市民は補聴を合わせないため、新北市は29枚の切符を切りました。消毒などを拒否した場合、 台湾元6万件から30万件までの罰金を科すことができます。ングウイルスが検出された場合、台湾 3, 元3000件から1万5000件の罰金を科すことができます。衛生局は市民に対し、もし発熱、頭痛、筋肉痛などの症状が出た場合、迅速に検査を受けるよう呼びかけています。